おはようございます。速稼塾の久保です。まあ今ね、資源回収といいますかね、廃品回収に行ってまいりました。まあ町内の段ボールとか空き缶とかをね、集めて業者さんにお渡しするって形なんですけども、まあここでですね、毎月毎月、まあちょっと話題になるのが、新しい新聞紙がドサッと出てるんですよ。すべてのゴミの中で一番割合が多いのが、この新しい新聞紙なんですよね。で、町内の方が、これなんだこれなんだって言ってるんですけども、私はそこでね、まあ、一年間お伝え続けたのは、これはね、押し紙って言うんですよっていうふうにお話してるんですよ。皆さん押し紙ってご存知ですかね。例えば、まあ、朝日新聞とか毎日新聞とかありますけども、発行部数に応じて、その発行部数に応じてね、広告料っていうのが決まるんですよ。例えば、朝日新聞、わかんないですけども、正確には。朝日新聞が500万部、まあ発行してます。新聞発行してますっていうと、500万部に相当した広告料を、企業がですね、朝日新聞に払うという形になります。毎日新聞が300万部だとしたら、まあ300万部という割合に応じて広告料を払うことになります。で、300万部、500万部発行するんですけども、実際に読者というかね、家庭に届ける新聞ってのはそんなに多くないんですよ。で、これは推計なんですけども、大体半分以上が新聞紙の押し紙といって、実際はお宅に配らないんだけども、発行すること、新聞発行することによって広告料が水増しできるんで、意味もなく作って、そのまま廃品回収に渡るって形なんですよね。まあ、押し紙で検索していただければ、私なんかよりもね、私が説明するよりも分かりやすいと思いますけども、興味がある方はそちらをご覧ください。まあ、そういう形でですね、町内会に出てみると、いろいろとね、行政の闇といいますかね、まあ、分かる部分が多いわけですよね。例えば町内会の活動で夏祭りとかあるじゃないですか。夏祭りに集まって矢倉を組んだり、いろんなね、こう日曜大工すると思いますけども、ここに保険がかかってるってご存知ですかね。もしくは保険がかかってないってご存知ですかね。皆さんも町内会で集まるとき、何かで、まあ資源回収でも何でもいいんですけども、集まるときって怪我のリスクとか事故のリスクって高まるわけじゃないですか。で、主催運営が町内会だとしたら、町内会が保険に入ってないといけないんですよね。それは事故が起きたときに、もう本当に何、怪我とか事故は持ち帰りだよみたいな昔の風習がありますけど、今はそんなの通用しないですからね。運営して人を集めたのに、そこの事故の責任を取らないみたいな、そんな主催ってのは許されませんから、今保険に入ることになってますけども、皆さんはいかがですかね。町内会で集まったとき、資源回収で集まったとき、子供会で集まったとき、ちゃんと保険入ってますかね。多くの自治会が入ってないというね、入っていても一部とかね、そういうことになってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。さあ、そしてですね、新型コロナウイルスに対して武漢熱という名前で私は呼ぶことにしたいと思いますけども、この武漢熱なんですけども非常に強力で、厚生労働省ももうね、感染経路わかりませんと、いわゆるお手上げというね、報道してるんですよ。怖いですね。もうね、感染経路不明で何をすれば防げるかもわからないみたいな状態なんですよ。本当にいよいよね、私たちは自分で自分の防衛をしないといけない時代に入ったのかなと、個人の時代に入ったのかなと思います。で、昨日はですね、私の高校の同窓会の打ち合わせに行ってきたんですけども、まあ飲食店に行ってきたんですけどね、私一人がマスクしてるんですけども、ほとんどの人、9割ぐらいの人がマスクをしてなかったですよね。まあ飲食店なんでしょうがないですけども、でもやっぱりね、和歌山でも三重でも、北海道でも沖縄でも愛知でも、もう本当にね、感染した方が出てきてるということで、大阪なんての潜在的には、5000人ぐらいが感染してるんじゃないかなっていうふうな推計もあるんですよ。あくまで推計ですけどね。そして東京は、目に見えてはまだね、そんなに、たくさん症例が出てないように見えますけども、東京はかなり深刻です。そして、武漢ですね。現場からは悲痛な叫びとともに、もうね、自殺者も出てきているということなんですよね。怖いですね。皆さんもね、やっぱりこう、リスクヘッジっていうんですか、健康に対するリスクヘッジ、改めて、高めていかないといけないかなと。食品ですとかね、生活ですとか、それから人に接触するときって相当気をつけないといけないと思います。まあ目の前の人に失礼だからみたいな感覚ではなくて、常に、やっぱり自己防衛ですか。本当にね、私7年間以上この放送、動画の放送してますけども、こんなにですね、インフルエンザ、それからコロナウイルス、こういったものに注意喚起をしたことはなかったなと思うぐらい、現在、コロナウイルスかなり危険な状態になってますので、どんな田舎町であろうとも、もちろんね、都市部であろうと思うんですけども、沖縄から北海道まで日本列島すべてが今脅威にさらされているというね、意識で臨んでいただきたいと思います。自分がかからないためじゃないんですよ。自分が他の人にキャリアとなってね、広めないためなんですよね。本当にできる限り外出をせずに、もう外食もせずに、もう自分の部屋から出ずに、誰とも会わずに、もうそんな極端なね、政策が必要なんじゃないかなと思いますけど、皆さんいかがでしょうか。それでは行ってらっしゃい。